はい、こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。最近ですね、完全ワイヤレスイヤホン増えてきていますね。完全ワイヤレスイヤホンのヒット作といえば、僕の記憶に新しいのがアポロ7になるんですね。本日ご紹介いたしますのはアポロ7のポピュラーバージョン、エラートの新作完全ワイヤレスイヤホンバースのご紹介です。はい、色は白と黒ともに艶消しの色になります。いい質感ですね。ギラギラしてないし、陶器のような感じがします。はい、こんな感じです。シンプルですね。こちらのバースの特徴なんですけども、ドライバーにグラフェンドライバー、独自開発をしたグラフェンドライバーというのを搭載しています。グラフェンドライバーはドライバー内にある振動板に炭素素材の一種でもあり、ダイヤモンド以上に炭素同士の結合が強く、振動板に求められる強度や剛性を高いレベルで実現できるグラフェンをコーティングしたドライバーです。はい、それが、小さいのにいい音が出せるという秘密なのかもしれませんね。一つ注目していただきたいポイントといたしましては、この先端のイヤピースです。バースに付属しているイヤピースは、スピンフィットと共同開発された独自のイヤピースです。はい、こちらのですね、スピンフィットの方もうご存知の方も多いとは思うんですけども、先端が360度回る、先端の回る特殊なイヤーチップとなっております。この少しの柔軟性が、耳にフィットする秘訣になっています。バースにはマイクが内蔵されておりますので、スマートフォンで通話をするときにも、こちらのイヤホンが活躍します。さらに、防水規格が IPX5 なので、アクティブに、運動をするときにも、便利な製品となっております。はい、バッテリーに関しまして、イヤホン本体の音楽の連続再生時間は約3時間、ケースにセットすると、合計4回までのフル充電が可能になっています。なのでイヤホン本体のフルの状態とケースのフルの状態合わせて、約5回分ですね。イヤホンのフル稼働5回分なんで、合計で、15時間音楽を楽しむことができます。対応しているコーデックは AAC と SBC になります。このケースの形がですね、アップル製品のですね、AirPods によく似てますよね、ケースの形ね。ということで、AirPods と比較してみました。こちら、アップルの AirPods と、エラートバースになります。まあ、形は酷使していますけども、まあ、物としては、まあ、だいぶ別物なんですよね。まあ、AirPods の方は、全てのパーツ、ピカピカと、仕上げがですね、光沢があるような仕上げになっていますが、エラートバースの方は、全て素焼けしのマットな仕上げになっています。では音を比較というところなんですけども、そもそもですね、AirPods はオープン型のイヤホンになりますので、タイプが全然違います。オープン型のイヤホンというのは外からの音がじゃんじゃん入ってきますし、こっちの音も漏れます。まず環境が全然違いますよね。同じ土俵でこう話をするのはちょっとどうかなっていう気は個人的にはしています。ただサウンドの違いとしては、明るく音の広がりがよく感じられやすいのが、まあ、こういった開放型のイヤホンの特徴であります。で、低音の迫力であるとか、没入感ですね、音楽の世界に浸るようなこの没入感が、より味わいやすいのがこの耳栓型カナル型のイヤホンかと思います。では元々のモデル、大ヒットになりましたアポロ7、今回はアポロ 7S の方と比較してみましょう。はい、充電器このような違いになります。アポロ 7S がこちらの方になりますね。で、バースがこちらの方になります。わかりやすいように両方とも黒で揃えてみました。はい、サイズとしての差はほぼ一緒、若干バースの方が大きいかなっていう感じですね。大きな差はやっぱ充電ケースの差はでかいですね。こっちの方がこうね、ちょっとこうスライドしてこう収納するという、なんか若干こう武器のような感じのルックスをしていますが、こっちはケースなんかこう現代的でスタイリッシュですよね。よりコンパクトに僕は感じました。では、元々の、アポロ 7S と、エラートバースの、
音質の比較なんですけども、分かりやすいところで言うとダイナミックレンジの差が一番分かりやすいかなと思います。ダイナミックレンジですね、小さい音から大きい音までのこう幅みたいなものですね、小さい音から大きな音へ至るまでのこの大小の幅の大きさ、まあ、ざっくりですけどもそれをダイナミックレンジと捉えてみてください。小さい音から大きな音っていうのの、この範囲が、まあ、バースよりもアポロ7の方が広く感じられます。小さい音はより繊細に、大きい音はよりダイナミックに鳴らすといったような、特徴が、アポロ 7S には感じられました。決して悪いわけじゃないですよ。上位機種に比べてやはり、そういった部分での差は出てくるかなといった感想です。もう一つ、分かりやすい顕著な違いというのが、低音の質感ですね。アポロ7の方は、より広いあの低音の感じを感じられましたけども、若干ですねバースの方は、ローがシャープ、少し痩せたような感じもします。やっぱり上位機種と比べるとなかなか難しいところはあるんですけども、トータルで考えてあのサウンド自体そんなに悪くないです。むしろいいと言ってもいいんじゃないかなと思います。価格差ですね、約倍なんですよね。こっちのアポロ 7S の方が、今現在の価格で約3万5000円とか4万円とかそのあたりやと思うんですけども、こちらのバースなんですけど、おおよそ1万6000円とか1万5000円ぐらいの価格帯なんですね。なので先に挙げましたエアポッツ、あれよりも少しお安いカナル型のイヤホンとして、僕は捉えています。サウンドスゴロを考えるといい方なんですよね。1万5000円とかあたりでこれだけの音が出せれば、十分お買い得と言っていいんじゃないかなと思います。まあ、あとあれですね、安ければ安いかあの完全ワイヤレスイヤホンっていうのは結構あるんですけど、やっぱ圧倒的にいいなっていう風に感じられるところはやっぱりこのケースですよね。ケースとイヤホンのそのトータルのプロダクトとしてのデザイン、これがすごくいいです。やっぱ持ってるものの価値って使いやすさも十分ありますし、自分のライフスタイルにスッと入ってこれるデザインかどうかっていうのってすごく大事だなと僕は思います。これだったら、最近のですね iPhone8 とかに乗り換えた方でもスマートに、音楽を聴くマシンとして導入できるんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。大ヒット作となりましたアポロ7の、ポピュラーエディション、今回はエラートのバースをご紹介させていただきました。完全ワイヤレスイヤホンの試金石となるようなイヤホンかと思いますので、ぜひこちらの方お試しくださいませ。はい、いつもイヤホンヘッドホン専門店イヤホンの YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。よろしかったら、動画への評価またはチャンネルの登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、大阪日本橋店から、浜ちゃんがご案内させていただきました。ごきげんよう。